お疲れ様なんか今日はあんまり天気がよくないね今から走るのそっか私もこれからだから一緒に走っていい夕日が綺麗に見える公園があるからそこまで行こうよ <laughs> やったそうと決まったら早く行くよもたもたしてると置いてっちゃうぞ <laughs> はあ、お疲れ様 顔真っ赤だね大変だった <laughs> はいこれ飲んでいいよあいいから気にしないでそれにしても私についてくるとはなかなかやるねこれでも私昔陸上部だったんだよもう嫌な雲をしてるねあうわ降ってきちゃったしかもどんどん強くなるまだ疲れてるかもしれないけど今日はもう帰ろっか って、いやいやここまで降るなんて聞いてないよ君の家どの辺そっかだとしたら私の家の方が近いねついてきてはあ災難だったねうわびちょびちょ床濡れちゃうなまし、あ、仕方ないか先にシャワー浴びていいよえ君が後でいいのそっか それなら私が先に入るけどもしかして覗きたいの <laughs> ごめんごめん冗談だよそれじゃあ濡れた服脱いで乾燥機に入れて乾かしておくからんああそっかほらバスタオル君がシャワー浴びてる間に君が着られそうな服を選んでおくから私が浴びてる間はそれで我慢してて 部屋は暖房つけておくからそこで温まっててねそれじゃお風呂行ってきます <laughs> 上がったよー <laughs> あーいやごめんごめんなんかバスタオルを羽織って小さくなってる君可愛いなと思ってほら早くシャワーを浴びて温まってきな おかえり <laughs> 私の唯一持ってるフリーサイズの服だけどやっぱり男の子の君には小さいねそれにしてもふんやっぱり君運動してるだけあって結構いい体してるね <laughs> いや確かに服が小さいのもあるだろうけど割と筋肉質だしちゃんと鍛えれば私好みの体になりそう。 なにれちゃってんのかわいいなもうえ帰るまだこんなに降ってるのになんで急に女性の家に男が長居するのはよくない <laughs> 大丈夫大丈夫私の経験からすれば運動をしっかりする人に悪い人はいないからそれとも 君はお姉さんのこと襲っちゃうの雨が弱くなったら帰るってちょっとこっちに来ていいからあれお, <laughs> お姉さんが君のことを押し倒しちゃって可愛い,いな 走ってないのに顔真っ赤だよねえこの雨どうやら明日の朝まで続くみたいだけど雨が弱くなってから帰るんだったら君は明日の朝まで帰れないねそうなると女性の部屋に一晩男と女が二人きりここまで言えば あとはわかるわよね。ねえ、この後どうしよっか。